1959から1960シーズンの NBA は NBA の14回目のシーズンである。シーズンは1959年10月17日に始まり、1960年4月9日に全日程が終了した。驚異の新人が登場する。カンザス大学出身のウィルト・チェンバレンである。 216cm と当時としては抜きんでた、長身を誇り、その体育に見合わぬ極めて優れた身体能力を有していた。チェンバレンの登場は、当時の NBA のあらゆる常識を覆すものであり、たった一人の加入で、リーグの様相は一変した。ビル・ラッセル、エルジン・ベーラーの活躍に、チェンバレンの NBA 入りと、黒人選手の台頭が始まった時代でもあった。 チェンバレンは地域ドラフトでフィラデルフィア・オリアーズから指名を受けた。ドラフト全体1位指名は新シ,シナティロイヤルズから受けたボブ・ブーザーだった。他にベイリー・ハウエル、ディック・バーネット、ジョニー・グリーンらが指名を受けている。このシーズンからそれまでのシーズン72試合から75試合に増加された。1969から70シーズン以前は アベレージよりも通算でスタッツリーダーが決められていた。リーグをチェンバレン旋風が吹き荒れた。チェンバレンはルーキーにしてシーズン中7回の50得点を達成し、NBA 初のアベレージ30得点超えとなる37.6得点を記録。リバウンドではビルラッセルを抑える27.0リバウンドを記録し、得点王とリバウンド王に輝いた。 37.6得点27.0リバウンドという成績は当時の NBA にとっては他に類を見ない数字だった。オールスターでは MVP に選ばれ当然のように新人王を獲得。それどころかルーキーとしては初となるシーズン MVP まで獲得した。チェンバレンはルーキーイヤーから得点王、リバウンド王、オールスター MVP、新人王。 シーズン MVP の五冠を達成してしまったのである。一人でスター選手二人分の働きをしてしまうチェンバレンは前期デビジョン最下位だったフィラデルフィア・ウォリアーズをデビジョン2位の座にまで押し上げた。チャンバレンの影響はリーグ全体にも及んだ。右肩上がりで上昇していたリーグ全体の平均得点は前期はようやく頭打ちとなったかに見えたが、 このシーズンは再び跳ね上がり、前期の108.2得点から、初の110得点超えとなる115.3得点を、記録。FG 成功率も初の40%超えとなる41%を、記録した。王者セルティックスは、当時の NBA 記録となる59勝を記録。デビジョン決勝で、怪物センターの双壁を成すウィルト・チェーンバレンと、ビル・ラッセルが対決し、 ラッセルのボストンセルティックスが勝利した。最強のオフェンスマシーンであるチェンバレンと最強のディフェンダーであるラッセルの対決はバトル・オブ・タイタンズと呼ばれ当時の NBA の最大の呼び物の一つとなった。しかしチェンバレンは個人としてはラッセルを上回る成績を残していくがプレイオフではラッセル擁するセルティックスの前に苦敗を舐めさせ続けられることとなる。 ファイナルは、セルティックスとセントルイスホークスが3度目の対決。セルティックスは、ラッセル、ボブ・クージー、ビル・シャーマンの3本柱に急成長を見せる、トム・ヘインソーンが加わり、盤石の体制を整えているのに対し、ホークスは2年前のファイナルとは、顔ぶれが変わっていた。セルティックスから放出された敬意を持つエドーマコーレイは、ヘッドコーチに転向し、 ジャック・コールマンとチャーリー・シェアはチームを去っていた。一方、ボブ・ペティットとクリフ・ヘイガンは健在で、また新たに、クライド・ラブレットが加わったホークスのフロントラインは、アンタッチャブル、と呼ばれ、そして、オールスター選手のラリー・ファウスとも加わっていた。実力白中の両友の激突は3年前の、ファイナル同様第7戦までもつれる激戦となったが、 第7戦では122から103で、セルティックスがホークスを大差で破り、3度目の優勝を決め、連覇記録を2つに伸ばした。ありがとうございます。